あなたもシェイクしてみませんか。あなた自身の味が楽しめる満島新登場カクテルキープ。なんでしょう。ないよな。まあそこも多分キャッチの人やろうね。マッサージの。かマッサージがあるね。誕生日音楽なってるよね。BGM なのか。この辺一帯がそういう感じだったんですよ。で、だからキャバクラとかもやっぱ何軒かはあるのはあるんですけど。ああ、なるほど。でももう圧倒的にそのもう。あ、これ持ってない全然暇。あ、今ですか。あっちが一番の。ああ、なるほど。こっちも端の方です。夜の9時よね、9時ぐらいなんですけど、もうたった目の前がその栄駅ですね。この前が栄駅なんですけど、今日は、水島の夜の街を、ピックアップしようかなということで、まあなんでそんな感じに至ったというのかというと、まあ、たまたま歩いててね、結構居酒屋さんとかスナックとかやってるぞと。今まで多分そういうのをあげたことないんですよね、この水島で。大体閉まってるみたいな。なんでちょっとね、ぶらり歩き的な感じで今日はやろうかなと。はい、店には実際入らないですけど、その、街並みを見ていただければということで、やっていきます。さあ、スピチューブ始まります。居酒屋。ごっちゃん、いろいろありますね。アリンコでもなんかさっきから見るんだけど、なんかマッサージがあるね。マッサージでラーメン屋さん。いやでもやってないよね、もう閉まって。あ、でも電気切れてるけどやってんね。でちょっとここがあんま栄えてない、通り。ここ昔栄えてたんだけど、もう全部ここにね閉まってる。でいろいろカラオケあったりスナックあったりね、もう今はガランとしてるんですけど、ボーイセット隠しビデオ。このボーイってのは多分この案内役みたいな。で隠しビデオ放映中。あなたもシェイクしてみませんか。あなた自身の味が楽しめる満島新登場カクテルキープ、2階、スナック終着駅。なんでしょう。ないよな。指名料30分5000円、すごいなんか新しい感があるけど、なんかやってないよね。これ立派なこのエンブレムが。なんか誕生日音楽なってるよね。BGM なのか。何回もかかってる誕生日だ。あれが BGM。 いやなんか、だから話によれば、店の女の子とかが、そのわざと誕生日
だよって言って呼ぶ場合があるらしくて。あ、そう。うん。らしいよ。いろいろあるね。この目の前六本木。どうなんですかね、最近結構賑やかというか、その人通りというか。まあ人通りはでも正直やっぱ減りましたよ。あ、減りましたか。あ、コロナとかね。ですね、やっぱこう出張客がメインだったんで。ああ出張。この辺一帯がそういう感じだったんですよ。でだからキャバクラとかもやっぱ何軒かはあるのはあるんですけど。ああ、なるほど。やっぱもう圧倒的にそのもう周りのやっぱホテルとかでもうガラガラなんで。ああ、なるほど、そうなんですか。もう一気に加速化しちゃいましたね。まあ、もともとあんまり人通りがこう賑わってるような感じでは。ああ、それこそ昔20年前か。20年前はここがすごかったらしい。ああ、じゃあさっきの縁がオープンした時に。20年前はすごいよ。だからなんか中四国でなんかその要は四国の方から電車に乗ってでタクシー乗ってここまで来る。ああ、なるほど。そういう感じ。そういう街だったらしいんですけど、もう僕とかは、ね、起きてもう2年なんですけど、もう2年前からもう景色は変わらないですよ。ということで、わざわざそのここまで来ることがないと。あ、こっちちょっと行ってみようか。それこそ友達の女の子、ここで働いてた。なんかその結婚、まあ、ちょっと前結婚したんだけど、それこそそこで出張来た人と結婚されたということで、やっぱりそういう外から来た人との出会いが多いと。これホットドッグ屋さんあるよね、これ中央町にもあるけど、やっぱ夜向けのね、ちょっと人がいるんでちょっと迷惑なんで行かないですけど、これがあの商店街の街並みというか、この結構年季がねえ、ね、なあ、これも日焼けというか、もう色がもともとこの柄じゃとは思わないけどね、色がもうちょっと黒ずんで、でもポツンポツンとやっぱりそのラウンジがあったりとか、うん。まあそこもなんかキャッチの人やろうね、マッサージの。大体なんか銀行とかなんかそういうちょっと開けたところやな、劇場前とか。うん、それこそそういうとこ泊まってる人がこういう場所に行くようにしてんだろうね。でも残念なこと、うん、あとこの夜と昼間の感じが違う。昼間はねそっけない感じなんだけど、夜になるとやっぱちょっと赤々するから、うん、どこやってるかとか分かりやすいね、うん、っていう感じなのね。やっぱどうですか、やっぱ人は好き。まあまあでも多い方だと思う。何なんですかね、もう向こうの辺に比べてはこっちの。あ、これこっちは全然暇です。あ、暇ですか。あっちが一番の本会議。ああ、ね、なるほど。こっちも端の方です。あ、いいじゃん、わかりました。このビル栄えてる感じのザ・セブンラウンジ、まあ来やすいよね、ここだったら。すげえな、熊野プーさんがあるんだけど、これもどうなんだろうね。
声は聞こえるからやっぱ人はいるんだろうね。これ桃太郎ってあの桃太郎観光の、あ、ほんまじゃ、日本一桃太郎って書いてある。嘘でしょ。え、移転したんかな、あの向こうにあったやつ。でもあれやん、12時から昼間からやってんやん。はい、というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで今日はね、水島に来たんですけど、なかなかそのこの平日で、こういう感じで歩くということになって、だいたい通ったらあのやってなかったとかいうのが多いんですけど、まあ、また前回前来た時はね夜、日曜日だったんで、えくみちゃんとね、平日の、水島にやってきたということで、まあ、場所によっては賑やかだったり、賑やかじゃなかったりということで、まあ、人通りは全くないんですけど、まあ、そのお店をね時折見たら人の声が聞こえたりとか、賑やかにやってる声がするんで、まあ、みんなねあるところに向かって、いるんだろうなということで、またね興味あったらちょっと歩いてみてください。それではまた。はい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。